皆様こんにちは、なりわでございます。ですね、最近ちょっと YouTube さんがアップデートされましたよね。それで、ちょっと私間違って新しいね、チャンネルを作ってしまいまして、それの機能のせいでそちら iPad の方でしたんですね。でそうしますと、いろいろ機能が使えない部分が出てきまして、まず一つに予約機能ですね、動画アップするための予約機能がね使えなくなってしまいまして、それであとプレミアム配信ができなくなっております。それで間違ってね、私ね今のメインチャンネルと同期をさせてしまったんですね。なのでiPhone の方で同期をし直したんですが、もうね先にそちらをやってしまったために元に戻れませんで悩ましいですね。なのでそのチャンネルを消したいんですが、消すとこちらのねメインチャンネルが削除されるような気がして怖くてできないんですよね。本当にこういう時、私年に1回か2回、例えばiPhone のね iOS のアップロードだったり YouTube さんの方でのアップロードなんかがあったりしますと、もう70代超えておりますと、もうねそちらをねついていくのがもう必死でございます。いつものことなんですが、もう本当ね四苦八苦しております。やっとねその新しくなった機能でやっと慣れてきたところに、また新たな違った機能になってしまうので、もう本当にね気の休まる暇がないですね。いつもねそんなことばっかりをやっております。まあですがやっている以上はなんとかね自分で、対応しないと仕方ないですよね。まあね今、ちょっとメモずっとね一日中そちらに対応しておりまして、その間にいろいろなね問い合わせやら確認やらが入ってきますので、もうね目がね iPhone から離れないんですね。もう目がかすんでしまうので、さすがにちょっとね少し一休みということでお家にいたらねやっぱりずっとやってしまうので、外にわざと出てきまして、ちょっと買い物がてらブラブラしまして、そして今ねこちらの動画をね撮らせていただいております。まあこれからまたね、帰ってからもう一頑張りなんとかやってみたいと思います。まあでき記憶機能が使えなければその時間になって私がね、公開にすればいいだけなんですが、だけどちょっとね出かけたりしていて用事をこなしている時ですと、やはりその機能がないとアップが遅れたりとか前後しますのでね、なんとかね頑張って、前のように使えるようにまたね、頑張っていきたいと思いますね。本当にもうね勘弁してって感じですよね。いつも皆さんはどうされてるんですかね。本当に私ね聞く人がいないので自分でそのたびにもうね時間をかけて宿泊しないとできない状態でございまして、本当年に一度か二度、必ずねそういったことがございます。まあね、とりあえず少し休憩したらまたお家に帰って頑張ってやってみたいと思います。ちょっとね風も出てきましたのでね、ではではということで、なりわでございました。では